マティ・クラーワインは、ハンブルク生まれの画家。ロック、ジャズのレコードのジャケットを数多く描いたことで知られる。バイマル共和国ハンブルク生まれ。父親は、ポーランド出身のユダヤ人の建築家、ヨーゼフ・クラーワイン。母親のエルザは、オペラ歌手だった。1933年1月30日、アドルフ・ヒトラーが、首相に就任。続いて3月23日にヒトラーは、 全権入り運法を制定し、バイマル共和国は崩壊。ナチスの台頭を恐れた、クラーワイン一家はマティが2歳の時に、イギリス委任党治療パレスチナに逃れた。1948年5月14日に、イスラエルが建国されると、母とクラーワインは、パリに旅立った。1949年から1951年に、かけて、フェルナンレジェに学び、エコールデ・ボザールと、 アカデミー・ジュリアンに通った。1950年代後半、アラビア語で、召使いを意味するアブドゥルを自らの名前につけた。1965年、フランス国籍を取得。1970年、二つのレコードに作品が起用されたことでクラー・ワインの名は広く、一般に知れ渡った。一つは三月三十日に発売された、マイルス・デイビスのビッチェズ・ブリューの 見開きジャケット。もう一つは9月に発売されたサンタナの天の守護神のジャケットである。ただし校者は規制の作品で1961年制作の受体告知が表のジャケット一面と裏のジャケット半面に使用された。その後、多くのミュージシャンのレコードに関わることとなった。2002年3月7日、スペインのマヨルカ島、レイアの自宅でガンのため死去。 69歳坊津、ありがとうございます。